読み込み中のままで出ませんね。他の回も繋がないときますか。じゃあもう一回試してみます。もう一回試してみますって言ってます。はい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 。スピーチの方も確認するって。こんばんは。もうしばらくですね。お待ちください。もうしばらくですね、お待ちください。映っておられる方と、ちょっとそうでない方といらっしゃるかもしれないですけれども、はい。どうですか？読み込み中のままになっちゃいますか？アンチョン見れてます。メールが来て、はい、初めてやっちゃっていいですか？見えてる人がいるんだったらやるしかないですねって。ちょっとこちらでも様子見てみますっていう。はい、こんばんは。小林ですけれどもですね、ちょっと今日ですね、調子がもう一つ不安定な状況があるかもしれないんですけれども、ですね、何かの方々にはですね、映像が届いていらっしゃるようなんですが、どうでしょうか。はい、本当にですね、少しずつ反応しておられるようなんですけれども、こんばんは。こんばんは。小林です。小林花です。ですね、またインターネットをですね、ご覧の皆様、おはようございます。おはようございます。またこんにちは。こんにちは。海外でですね、ご覧になってくださっている方もいらっしゃると思いますので、ですね、本当に、ありがとうございます。毎週ですね、見てくださっていてありがとうございます。祈りの時間の時がやってきました、はい。今日もいろいろリクエストをですね、お読みしつつ、そして共に祈っていく時をですね、持って参りたいというふうに思います。最初に一言ですね、お祈りをさせていただきます。天皇様、主はありがとうございます。あなたがこの時を導いてくださっていることをありがとうございます。どうぞ神が働いてくださいますように、この時祝福し、あなたの恵みを豊かに表してくださいますようにお願いします。どうぞこの番組をあなたが支配してくださり、あなたの恵みを豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエス様の名によってお願いいたします。アメン。ですね、はい、じゃあまずですね、最初に今日一つのリクエストをお読みさせていただいてですね、まだちょっと
そうですね、映像がつながらない方もいらっしゃるみたいですのでですね、一つリクエストを読んで、ですね、そしてそれからもう一度ちょっと綺麗に、また出るかどうかもう一回だけですねチャレンジしてみたいと思っているんですけれども、まず最初にですね、今週ございますですね、心ゴスペルコンサートのためにですね、はい、乗って、参りたいというふうに、思いますけれども、はい、そうですね、心ゴスペルというのはですね、高円寺の方でですね、高円寺の方で、持たれる、はい、コンサートで、あります。で、これはですね、東京の高円寺、高円寺のザ・高円寺と、はい、そういうですね会場で、コンサートが行われていきます。ゴスペルコンサートでありますけれども、はい、いろんな、はい、ゴスペルグループが出演してですね、はい、素晴らしいコンサートが持たれるわけですね、はい、19時開演ですね。19時開演ですね、はい、8月の17日の土曜日、はい、ですけれども、ぜひですね、ご興味がある方々は来ていただきたいと思いますし、またいろんな方にですねお知らせいただければ幸いだと思います、うん、私たちの友人の方も来てくださるという、はい、そうですね、ついこの間学校を卒業されたばかりの方とかですね、はい、来てくださるということで、とても素晴らしいゴスペルのコンサートですね、うん、映像なんかも用いました。でそのコンサートのためにですね、はい、ぜひ乗ってくださいというメールがいくつかですね、はい、来ていますので、そちらのメールをですね、はいはい、読んでいただきたいと思います、はい、M さんからのいろいろリクエストです。はい、ですね、17日に行われる心ゴスペルに、この映像の方が、これは、職場の方が一人来てくださることになりました、はい、ノンクリスチャンの方です。コンサートを通して、この方に神様が触れてくださるように、また教会に興味を持ってくださるようにお祈りをよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということですね、職場の方が来てくださるというと素晴らしいですね、はい、いろんな方がですね来ていただけるように、はいはい、次は、はい、同じくもう一人の M さんなんですけれども、はい、こちらはですね、心ゴスペルコンサートで御心の映像が流されるようにお祈りをお願いします。はい、多分ですね、映像の準備もかなりもう整ってきていると思うんですね、はい、このメールが来ているのもちょっと前ですので、はい、ですのでですね、まあでも映像がですねぜひうまくいくようにですね、素晴らしい映像が流されていくように、はい、コンサートの中で映像がね流されるんですね、はい、すごくいいですよね、はい、はい、じゃあもう一つのメールは、はい、もう一つのメールは R さんからですね。 R さんですね、はい、はい、私のいとこの T 君とそのお嬢さんが8月17日土曜日に行われる心ゴスペルコンサートに来られるようにお祈りください。 T 君はベースの先生で、お嬢さんは一般のゴスペル教室でゴスペルを教えている歌の先生です。ただ2人ともクリスチャンではありません。また2人はバンドを組んで自分たちの音楽活動もしていますので、土曜の夜はいつも忙しいということです。しかし今度こそ心ゴスペルコンサートに来てくれて神様に触れられますようお祈りいただければ感謝です。はい、ありがとうございます、はい、ということですね、はい、はい、このアルさんのですね、いとこのティー君のお嫁さんということで、まあ、いろんな方がですね来て、くださると思うんですけれども、ぜひですね、このコンサートにのために、心を合わせて祈っていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思いますね。今ぜひ一緒に祈っていただきたいと思います。天のお父様、主よ、ありがとうございます。あなたが今度この心ゴスペルコンサート、主が与えてくださっていることをありがとうございます。うん、このコンサートを通して神の栄光を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。主が働いてください。そしてどうぞこのコンサートにおいて神の栄光を豊かに表し、いろんな人々をまた
導いてくださいますようにお願いいたします。今メールを打って来てくださったこの T 君とそのお嫁さんがどうぞ心ゴスペルコンサートに来れるように、主導の神のご栄光を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。また先ほどのその M さんの、M さんの職場の方がぜひ来て主に触れられ、そして救われていくように、どうぞあなたのご意向を豊かに表してくださいますようにどうぞお願いいたします。主前のお父様、トリココのゴスペルが今週の17日土曜日に行われますことをありがとうございます。どうか R さんの T 君とその嫁さんがどうぞこのゴスペルコンサートに来ることができるように導いてくださいますようにお願いいたします。本当にお二人揃って今度のゴスペルコンサートに来てくださり、神様に触れられていかれますようにどうぞ導いていってください。またもう一人の M さんなんですけれども、この方も職場の方が来てくださることになったということで、まだノンクリスチャンの方だということも感謝いたします。どうぞこのコンサートを通してこの方が神様に触れられますように、また教会に本当に興味を持って、来られるように、このコンサートがきっかけとなって本当に神様のこの恵みに触れられて、教会に興味を持って来られるように導いてあげてくださいますようにお願いいたします。そしてまたこのコンサートは映像がありますので、素晴らしい主のこの御心の映像が流されますように、その準備に関してもどうぞ奉仕の方々をあなたが強めてくださり、コンサートで御心の映像が流されますように、助け導いていてくださいますようにお願いいたします。天の父様、どうぞ主が働いてくださり、どうぞお願いいたします。この主導と職場の方が本当に教会に興味を持って教会にまた来られるように、つながってくるように主がどうぞ導いてください。そのコンサートだけではなくて、教会に興味を持って教会につながって来られるようにさらに導いてくださいますようにお願いいたします。また天様、映像が素晴らしい映像が流されていることができるように、さらに御心の用意をしていくことができるように助けてください。またコンサート自体、いろんなご用意がありますけれども、奉仕者の方々を助け、最善の用意を成して成功していくように導いてください。また御心の方々が全てその会場いっぱいにやってこられるように神の栄光を表してください。いろんなそのお父様の妨害を退けてくださり、そして一人一人を強めてこのコンサートに送ってくださいますように、どうぞ用意されている奉仕者の方々も強められて、ご奉仕を成していくことができるように助けてください、イエス様の御名によってお願いいたします。はい、ありがとうございます、ということでですね、何かですね、連絡して、来てくださっている方々がですね、接続できましたという声も来ていますので、このまま続けてですね、流していきたいと思いますけれども、さらにですね、じゃあ次の、メールをですね、愛さんという方の、メールをですね、読んでいただきたいと思います。はい、愛さんからの祈りのリクエストです。主人の、母の救いと子宮頸がんの癒しのためのお祈りをありがとうございます。7月31日、母がイエス様を信じるお祈りをし、救われました。皆様のお祈りを本当に感謝します。一つ祈りが答えられたことなんですけれども、次にですね、祈りの時間でお祈りしていただいた後、何度か長野の母のところへ行きました。一時は体調もよく、食事も驚くほど取れるようになり喜んでいました。しかしイエス様を信じるのは、固くなに拒否されていました。その後容態が急変し、急激に血糖値が下がり、意識障害が起こり、医師にも危険と言われていました。7月31日には主人と共に長野の病院へ行きました。母は食事が取れず痩せ細っていました。母にイエス様を信じないと聞いたら、すぐうんと言ったので、受け入れのお祈りをしました。さらにですね、これで天国に行けるよ、神様の子供になったよと言ったら、うんうんと、うなずいていました。1週
師はあれだけ危険な状態からここまで持ち直すのは不思議と言われたそうですが、神様が私たちが行くまで母を守ってくださっていたんだと思わされています。その後腹水がとどまり、ガスがお腹にたまり、食事も吐き気のため取れなくなっています。幸いにも子宮頸がん、大腸のがんによる痛みは全くないそうです。まだ癒しのためには祈っています。でも救われたので天国に行ける希望でいっぱいです。母は病の中、父や、妹さん、弟さんのことを心配しています。さらに主人の家族が全員救われるように、私たち夫婦が御心ができるように皆様のお祈りをお願いします。お祈りを聞いてくださり、母を救ってくださった神様に感謝します。はい、はい、というですね、メールが来ておりますけれども、これもですね、本当にあのメールを受け取るのはですね、少しこう遅くなってしまってですね、先週の直前で、番組のですね、配信直前で受け取るような形で本当に申し訳なかったんですけれども、しかしですね、確かにそのイエス様、お母様が信じることができたということはですね、これは本当に恵みだというふうに感じています、うん、確かにある祈りはですね惹かれていると思うんですけれども、うん、でもこの愛さんはですね、うん、お母様がその病の中で、うん、そのお父様やそれから妹さんやですね、愛さんの妹さんや弟さんのことをこう心配していらっしゃるということなんですね、うんうん、ですから本当に、そのご主人の家族がですね、うん、全員救われるようにという願いをですね、うん、持っていらっしゃいますので、そのためにですね、ぜひ皆さんも今祈っていただきたいと思います。もちろんお母様のためにもですね、祈りたいと思うんですけど、今どのような状況かちょっとわからないんですけれども、しかし祈りたいというふうに思います。ここぜひですね、心を合わせていただきたいと思います。天皇父様、主は愛さんをありがとうございます。このメールをいただいて本当に、そのご主人のお母様が本当に、イエス様を信ずるお祈りをされ救われたということを心から感謝し、あなたの皆を褒めたたえます。主がこの言葉をなしてくださったことを本当にありがとうございます、うん、あなたを賛美いたします、うん、あなたを褒めたたえます、うん、さらにあなたが主をどうぞ愛さんのそのご主人のお母様を主が助け強めてください、うん、そしてまたそのご家族をお父様とまた愛さんの妹さん弟さん、どうぞ全員本当に救われるように神が導いてくださいますようにお願いいたします。また愛さんご夫婦が御心を最善をなすことができるように、このような状況の中で神の御心を最善をなすことができるように、どうぞ彼らを励まし助け強めてくださいますようにどうぞお願いいたします。愛主天皇様、お取り合いさんの祈りのリクエストありがとうございます。またお母様が、ご主人のお母様が救われたということを本当に感謝いたします。どうぞ、それにそのご主人のご家族全員が救われて、かれるように、お父さん、妹さん、弟さんのことを心配しておられるということですから、どうぞその方々のご家族が皆救われていくことができるように助けてください。またその愛さんのご夫婦が本当に主の御心を成すことができますように、守り導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞ主が導いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします、うん、はい、ぜひですね、この映像を見ていらっしゃる方も今少しの時間ですね、共に、心を合わせて祈っていただきたいと思うんですね。少しの時間、ぜひ映像を見ている皆さんの言葉で祈っていただきたいと思います。
てのお父様、主よ今、私たちの祈りを導いてくださったことを感謝いたします。イエス様、皆によってお願いいたします。はい、ではですね、さらに、どんどん祈ってまいりたいと思いますけれども、では次をお願いします。はい、次は S さんからの祈りのリクエストです。はい、お読みいたします。英語の先生とピアノの先生とボイストレーニングの先生が与えられますように、月謝代も与えられますようにお祈りお願いしますということなんですけども、はい、この S さんはですね、はい、またさらに続けて、祈りの答えの先週ですね、はいはい、イスラムのですね、方の話で、はい、祈りのリクエストをいただいたんですけど、続きをちょっと読ませていただきます。同じくその S さんですけれども、はい、先日祈っていただいたイスラム教徒の先生についてのご報告です。11日、今週の日曜日ですね、11日に礼拝に来られ、非常に賛美に触れられたようで、綺麗、好き、心が落ち着くと言っていました。〇〇語の聖書も興味深げに読まれていました。また今度行くのが楽しみと言ってくれました。お祈りありがとうございました。主にご栄光を返ししますというご報告も一緒に来ています。はい、そうですね、よかったですね。はい、本当に礼拝に来られたということと、はい、その、まあ、イスラム教徒の先生ではあられるんですけれども、はい、何か主がですね、心を開いて、うん、くださって、その〇〇語の聖書もですね、うん、読まれていたということですね、うん、本当に感謝ですね。これは本当に感謝の祈りをですね、捧げたいと思いますけれども、うん、またこのリクエストのためにもお祈りさせていただきます、うん、はい、天のお父様、主よ、S さんのお声のおメール、本当にありがとうございます。うん、確かにその、〇〇子の 先生をあなたが教会に導いている際、そのイスラム教徒であるということですけれども、そして、本当に、教会に、あなたが導いてくださったこと、本当にありがとうございます。うん、またその聖書も読まれていたということ、本当にありがとうございます。さらにその方を神が触れていってくださり、救い出し、こう豊かに表していってください。あなたが素晴らしいことを成し始めておられることを信じます。本当にありがとうございます。さらに神の勝利を豊かに表していってくださいますようにお願いいたします。また、お父様、主よ、この S さんが英語の先生と、それからピアノの先生と、ボイストレーニングの先生を求めていらっしゃいますけれども、本当にこう月謝代が与えられ、経済的にも助けられて、神の恵みのうちに、それらの先生がまた与えられていくように導いてくださいますようにお願いいたします。来週天皇様、本当に S さんの祈りのリクエストありがとうございます。またご報告も、受け、イスラム教徒の先生が本当に今週の土曜日曜日に、礼拝に来られて、本当に、賛美に触れられたということの恵みがありがとうございます。どうぞこの方をさらにあなたの救いと導いてくださり、また本当に礼拝に通っていけるようにも助けてあげてくださることをお願いいたします。そしてまた英語の先生、ピアノの先生、そしてボイストレーニングの先生が与えられましたというこの祈りにもあなたが豊かに応えてくださり、御心の良い先生が本当にそれぞれ英語の先生、ピアノの先生、またボイストレーニングの先生によってそれぞれの先生によって、与えられますようにお願いいたします。また月謝代もどうぞ豊かに与えられて、このことが叶えられていかれますように、どうぞ助け導いてくださいますようにお願いいたします。天皇はこれらのお祈りをイエス・キリストの皆によってお願いします。アメン。はい、本当にですね、神様がいろんな祈りに応えてくださると思うんですけれども、ぜひですね、皆さん、私からもお願いがあるんですけども、この番組のためにもですね、ぜひ祈っていただけたらですね、幸いだと思います。この番組では祈りの時間のパートナーをですね、募集しています。この祈りの時間のこの火曜日のですね、夜の10時から11時に一緒に映像を見て祈っていただけるという方をですね、募集しています。あるいは
またですね、この録画をですね、この祈りの時間の映像の録画をですね、出てますので、東京アントウケ、教会のホームページのバナーのところをですね、クリックしていきますと、その録画のところもこう出てきますので、その録画を見てですね、そうですね、別の時間でもいいですので、その録画を見て、一緒に、ここを合わせてその録画とのを見て祈ってくださる方、をですね、募集しています。その両方をですね募集していますので、はい、どうしてもこの時間帯にですね、ちょっと映像を見れないという方は、そういうふうな録画でも大丈夫ですので、ぜひですねお願いしたいと思います。そういう方はですね、東京アントウケ教会のホームページの今皆さんが映像を見て、くださってるですね、そのですね、上の方に、そのホームページの上の方にですね、この祈りの時間のパートナーの、メールのアドレスが出ています。tlccc@crocsocn.ne.jp というものですけれども、はい、ということですね。はい、ですので、そこにですね、ぜひ送っていただきたいというふうに思います。そしてまたですね、祈る時間のためにぜひ祈っていただけると、素晴らしいなと思いますので、よろしくお願いしたいと思いますね。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃ次のですね、メールどんどん、はい、お願いしたいと思います。はい、次のメールは、祈りのリクエスト、王さんからの、王さんですね。はい、王さんからのリクエストです。王さん。はい、8月3日に母が、急に腰と背中と胸に激痛が起こり、深い呼吸ができなくなり、病院へ救急搬送されました。心電図とレントゲンを取りましたが、異常がないと診断され、その日は帰宅しましたが、その後も痛みがあり、たまに強い痛みも襲ってきます。痛み止めを飲んでいますが、その薬のせいか胃も荒れていて、食も細くなっています。体重も33キロしかなく心配です。また、37度後半の熱が1週間ぐらい続いており、ほとんど寝て過ごしている状態です。お祈りをお願いします。はい、いくつか、いろいろな課題が続いているんですけれども、腰と背中と胸の痛みが癒されるように、食欲が出て体力が回復し、普段の日常生活に戻れるように、痛み止めの薬を飲まなくても良くなるように、また、骨密度が低いので上がるように、熱が引き腰の痛みが収まるように、脈拍が高め、100ぐらいだそうですね。なので、正常になるように、整形外科と内科で見てもらっても異常がなく、原因がわからないので、心の病院が見つかるように、以上です。よろしくお願いします。という、かなり大変な状況の方のようです。そうですね。ちょっとですね、この原因がわからないので、ということなんですね。病院で見てもらっても、その病気の原因がわからないという場合が、ありますね。でもそういう時に本当にですね、神様がですね、助けてくださって、病院の先生も神様が用いてくださるようにお祈りする時に、私もそういうふうにお祈りした時にこう原因が見つかったとかですね、そういうことを証で、聞いたことが本当にあるんですね。ですからぜひですね、お祈りしたいというふうに思いますけれども、心をまた合わせていただきたいというふうに思います。お祈りいたします。天のお父様、王さんからの祈りのリクエスト、本当に、ありがとうございます。主よ、この王さんのお母様が、主よ、今体調が本当に、非常に悪い状況のようですけれども、しかし、神がこの言葉の
中で、なしてくださることを信じて、感謝いたします。あなたが癒しを豊かに表していってください、そして腰と背中と胸の痛みが速やかに取り除かれていくように助けてください、また食欲がさらに出て体力が回復し、また日常生活に、普段の日常生活に戻れるように、痛み止めの薬を飲まなくて済むように痛みを取り除き、神の栄光を豊かに表していってください。お願いします。天道様、どうぞさらにこの方に触れていてくださり、王さんのお母様を本当に癒してください。腰と背中と胸の痛みを癒してくださり、骨密度が低いということですけれども、その事柄が上がっていくように、骨密度が上がるようにしてくださり、また熱が引いて、胃の痛みが、収まるようにしてくださいますようにお願いいたします。また脈拍が高めということですけれども、正常値に戻っていくことができるように助け導いてください。また御心の病院が本当に見つかることができるように、原因が分かるところのまた病院があるのでしょうか。どうかそのことが早く分かるように御心の病院がはっきりとしてきますように、どうぞお助けくださり、速やかにこの方の病状を癒し、完全な回復を与えていてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、どうぞ主が勝利を表していってください。イエス・キリストの御名によって熱を抑え、イエス・キリストの御名によって腰と背中と胸の痛みを抑え、イエス・キリストの御名によって痛みに関わる霊を抑え、イエス・キリストの御名によって食欲を出てこい、イエス・キリストの御名によってこの骨密度よ良くなれ、イエス・キリストの御名によって、この王さんのお母様、イエス・キリストの御名によって癒され、癒されよ、癒されよ、天のお父様、どうぞ主の勝利を表してください。また本当に御心のお医者様に、その御心の病院に行き、そして御心のお医者様にかかって原因が突き止められていくようにも、どうぞあなたの恵みを表してください。速やかに良くなるように神が勝利を豊かに表してください。イエス様の恵みを本当にありがとうございます。主が今助けてくださっていると信じて感謝します。イエス様の御名によってお願いします。はい、ではですね、次のメールをですね、またお願いしたいと思いますけれども、次はまたもう一人の愛さんからの祈りのリクエストが届いております。はい、愛さん、はい、祈りは聞かれるの、小冊子をお渡し、すべき方々にお渡しできますように、そして祈りの恵みが豊かに表されますようにお祈りいただければとても感謝です。よろしくお願いいたします。はい、ということですね。ですね、この祈りは聞かれるという小冊子なんですけれども、はい、東京アンテオケ教会の牧師であられるですね、パウロ秋元牧師が、この5本をですね、書いていただいております。書いてくださって、あられますけれども、私もですね、神学校の方で、授業をするときに、この祈りを聞かれるのですね、本を用いて、祈りの授業という授業をですね、持たせていただいているんですね。で、その授業でもですね、この本を読んで学んでいるんですが、とってもですね、本当にこう具体的で非常にこう分かりやすくて、しかもこのポイントがですね、すごくこう書かれて、あるんですね。とってもいい5本であるんですけれども、それをですね、その小冊子をですね、この愛さんが、もう一人の愛さんですね、もう一人の愛さんですね、はい、愛さんがですね、はい、これをですね、用いたいということですね、祈りの恵みが豊かに表されて、渡すべき方に渡したいと、ぜひですね、そのようになっていったら本当に素晴らしいと思いますので、ぜひですね、ちょっとお祈りしていきたいと思いますね。はい、天のお父様、主ありがとうございます。この祈りは聞かれるというこの小冊子を本当にありがとうございます。今愛さんの手元にそれが与えられていることをありがとうございます。御心の方にこの小冊子が
渡されていき、そして、神の栄光が豊かに表されていくようにしてください。どうぞこの本をお持ちくださり、また愛さんが身胸の方に、そのご本を渡していくことができるように導いてください。お願いします。愛主先様、本当にもう一人の愛さんの祈りのリクエストを感謝します。どうかこの祈りが聞かれるという小冊子をお渡しすべき方に本当にお渡しできますように、どうぞ導いてください。そしてその渡した方にまた祈りの恵みが豊かにこう表されていくという事柄も、どうぞ豊かその渡した方に、主の御業を表し、祈りの恵みが豊かに、その方々に注がれていくことができますように、この方のその重荷といいますか、本当にその渡したいという方にお渡しすることができるように、どうぞ導き助けてくださいますようにお願いいたします。天様どうぞ、主がご意向豊かに表してください。イエス様、皆によってお祈りいたします。アメン。はい、ありがとうございます。ではですね、さらに、はい、次のリクエストのためにですね、読みに上げていただきたいと思いますけれども、はい、はい、はい、次はですね、M さんからの祈りのリクエストです。はい、お読みいたします。親が物忘れが進んでいるので、完全に元の状態に戻り、親の生活がスムーズになるようにお祈りをお願いします。ということですね。はい。はいはい、ということですね。じゃあ、そうですね、物忘れがちょっとすると大変ですよね。ご家族の方々も、ね、心配だと思いますし、いろいろ大変だとまた思うんですね。ですから、うん、ぜひですね、心を合わせて祈っていただきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、主よ、この祈りをお祈りと本当にありがとうございます。あなた皆をたたえます。どうぞ M さんからのリクエストですけれども、どうぞ物忘れが進んでいるそのお母様でしょうか、お父様でしょうか、そのどうぞ M さんのお父様あるいはお母様をどうぞ完全に元の状態にこう戻っていくように、物忘れがなくなるように主導でお願いします。非常にこうこの記憶の部分がこう回復していき、そしてどうぞ生活がスムーズに送れるように、どうぞ助けを与えてくださいますように、神の癒しを表してください。そしてすでに、イエス様を信じていらっしゃるんでしょうか。もし信じてなければ、イエス様を本当に信じてその癒しを受け取ることができるように、すでに信じていらっしゃるならば、またさらに、どうぞ神の恵みを深く受けることができるように導いてください。天父様、ダニエルさんからのリクエストありがとうございます。親御さんが物忘れが進んでいらっしゃるということですけれども、本当に完全にその脳の細胞が元の状態に戻り、物忘れの原因になっているところが本当に癒されて、親御さんの生活が本当にスムーズに回復されていくことができますように、どうぞ、お助けくださり、癒しをですからに表していてくださいますように、どうかお願いいたします。天の父様、主の癒しの恵みを表し、そしてイエス様を深く知ることができるように、そのどうぞ M さんのそのお父様あるいはお母様をどうぞ祝福して恵みを豊かに表してください。イエス様の皆によってお願いいたします。アメン。はい、ではですね、はい、さらに次の、はいね、はい、次のお祈りのリクエストは H さんからの祈りのリクエストが届いております。はい、はい、読みいたします。8月下旬から9月初めにある仕事の関係の2つの試験に合格できますように、またそのために御心の試験勉強することができますようにという、祈りのリクエストであります。はい、はい、そうですね、仕事関係の2つの試験ですね。もうすぐですね、8月ですね。はい、この間はですね、ビジネス、お仕事の、はい、ためにですね、祈ってほしいというような課題がありましたけれども、はい、今日はそのお仕事の関係の2つの試験ということで、はい、これは
テストですね、はい、テストのためにも本当にお祈りを、うん、するととてもいいんですね、うん、非常にやっぱりそのテスト勉強のために祈ったりテストのために祈るときにですね、うん、いろんなその合格されるということがよくあるんですね、うん、ぜひ祈っていきましょう、うん、また違った形の祈りのリクエストですけれども祈ってきますね、はい、天の父様主をありがとうございます。あなたがこのエッチさんのお祈りの課題を導いてくださって本当にありがとうございます、うん、どうぞこの試験に合格できるようにということです。8月の下旬から9月初めにあるというこの2つの試験に両方ともこの合格しパスすることができるように神の栄光を表してください。またその試験勉強能率よくポイントをついて、御心の通りに、試験勉強を成していくことができるように、エチさんを強めてください。お願いいたします。愛する天の父様、本当にエチさんからのいろいろリクエストをありがとうございます。どうか8月下旬から9月初めにある仕事関係の2つの試験に2つとも本当に合格できますように導き助けてください。そのために心の試験勉強が充実して行われることができ、本当に勉強したところがその試験に出るような結果となって試験も本当に楽に合格できる結果となりますように助けを導きくださいます。お願いいたします。天の父様、神のお恵みを豊かに表してくださり、どうぞ主がそのテストを通しても神の栄光をイエス様を見ることができるように導いてください。イエス様皆によってお願いします。はい、ですね、今ちょっとですね、メールがですね、届いているんですが、少しですね緊急のメールのようですのでですね、ぜひこう祈ってみたいというふうに思うんですけれどもですね、はい、大丈夫でしょうか。読むことができますでしょうか。これは何ていう病気の名前でしょうか。はい、ですね、これはですね躁うつ病ということですね。はい、ですね、まあ、ちょっと少しですね緊急っていう感じの、はいはい、メールですのでですね、はい、読んでみていただきたいと思います。はい、はい、お願いいたします。はい、緊急祈りの課題です。躁うつ病の友人が早くて来月絶対死ぬと言っています。本当に実行しかねない性格であり病状です。先々週教会に来ており救いの祈りをしています。自殺から完全に守られますようお祈りくださいという S さんからのリクエストです。はい、はいですね、ちょっとですね教会に、来られたということなんですけれども本当にそういうことからとどめられるようにですね、まあ、祈っていきたいと思います。ぜひ、心を合わせてですね祈っていただきたいと思います。天のお父様、主よ、今私たちが心を合わせて祈れることをありがとうございます。主どうぞこの S さんの祈りのリクエストを本当にありがとうございます。どうぞ主がこの救いの祈りをされたということですからそのことをありがとうございます。しかしこの S さんのそのご友人がそういう躁うつ病から本当に解放されていくことができるように、うん、主が癒してくださりあなたの恵みを表してくださいますようにお願いいたします。またそして、どうぞこの救いが、うん、明確になっていくようにしてください。さらに救いがはっきりとしていかれるようにそして、この解放され心が癒されて許してください。どうぞこの自殺願望から完全に解放されていくようにまたその主の癒しと解放を与えていってくださいますようにお願いいたします。愛主天の父様このご友人の躁うつ病の方をどうぞ速やかに癒してくださりその自殺願望の窓ガラから本当に解放されて子供ができますようにその救いがさらに明確とされまた自殺することが決してないようにあなたが守ってくださいますようにお願いします。また自殺未
先生からどうぞ、決して怒りませんように、その方をどうぞ、心を守ってくださり、癒してくださり、また深い解放がこの方に表されていくことができるように、導き助けてあげてくださいますようにお願いいたします。アテント様、どうぞ、主が現れてください。どうぞお願いいたします。イエス・キリストの御名によって、その S さんの友人をイエス・キリストの御名によって解放します。イエス・キリストの御名によって、この躁鬱病の病を癒され、イエス・キリストの御名によってまた躁鬱病の病の霊をイエス・キリストによって癒され、自殺願望を与える霊をイエス・キリストによって癒され、天のお父様どうぞあなたがどうぞエス様のこのご友人をある意味守り続けてください。イエス様の十字架の血潮を通して本当にあなたは守り、その栄光を豊かにやらせていてください。イエス様の皆によってお願いいたします。少しですね、共に今映像を見ていらっしゃるお人々もですね、ご自分の言葉でこのエス様のご友人のためにですねお祈りください。お願いいたします。お父様、今祈りを導いてくださったことを感謝いたします。イエス様の御名によってお願いいたします。はい、だんだんとですね時間が迫ってきてしまったんですけれども、もう一つほどですね、お願いできますか。はい、もう一人の方は Y さんからの祈りのリクエストです。首と肩のひどいこりが完全に癒されますようにお願いしますということです。はい、首と肩ですね。首と肩ですね。ひどいこりということですね。はい、じゃあそのためにお願いしましょう。はい、癒しの祈りですね。天のお父様、主よ、お前さんの首と肩を主が癒してくださいますようにお願いします。ひどい声だそうですけれども、神の恵みを表し、癒しの霊を注ぎ、あなたが癒しを与えてくださいますように、どうぞお願いいたします。はい、主権のお父様、アイさんからのリクエストありがとうございます。取り組みと肩に、ひどいこりがあるということですが、完全にそのこりが取り除かれて癒されますように、首と肩のつながっている部分の痛みの原因のもとにあなたが触れてくださり、このこりが完全に癒されて、楽になっていかれますように、主の癒しが完全に表されていくように、どうぞ助け導いていってください。お願いいたします。アテのお父様、どうぞお癒しをなしてください。イエス・キリストの名によって、Y さんの方のお声を癒されよ。天のお父様どうぞ御主の栄光を豊かに表してください。肩こりの礼を伝え、イエス・キリストの御名によって癒されよ。天の父様、主の恵みを豊かに表してください。イエス様の御名によってお願いいたします。はい、時間がですね、もう近づいてきておりますけれども、この祈りの祈りの時間においてはですね、いろんなその祈りのリクエストを募っていますけれども、ぜひですねメールでまたそのリクエストをですね、送っていただきたいというふうに思います。いろんなですねリクエストが来ていますけれども、神様はいろんなですね祈りに応えてくださいますのでですね、ぜひ、お願いします。もう一つじゃあ、祈りますでしょうかね。ちょっとカンボジアの個人の方からもですね、またあなたに来ていらっしゃる、みたいですので、読み上げていただいてよろしいでしょうか。カンボジア個人の M さんからの祈りのリクエストが届いております。今日は皆様に友人の病の癒しのためにお祈りしていただきたくメールを送らせていただきました。はい、クリスチャンの友人、私より7歳下はアメリカ人男性と国際結婚をして現在アメリカのアイダホに住んでいます。名前はこちらは、N さんという方に、
よろしいですかね。そうですね。N さん、N さんというご友人の方ですね。先日大腸がんが見つかり手術をしましたが、その結果リンパ節にも、転移していって、ステージ3であるとドクターからの説明があったそうです。まだ小学生になる、子供も含めて3人の母親です。抗がん剤を使っての治療は副作用があるのでできれば使わず主の癒しを祈っていると言います。どうぞ主の癒しの御業が彼女の上に表されますようにお祈りいただければ幸いです。はい、癒しのためですね、がんの大腸がん、大腸がんの癒しということですね。リンパ節にも転移しているということですね、はい、お祈りしましょう、はい、ぜひ心を合わせていただきたいと思います。天のお父様、主よ、あなたを褒めてたえます。あなたは本当に難しい病も小さな病もあなたにとって変わりはありません。あなたは全能の神であられますから、どのような病も癒される方です。あなたは皆をあがめます。どうぞこのカンボジア個人の N さんのその友人の方、どうぞ癒してくださいますようにお願いいたします。どうぞアイダホに住んでいらっしゃる、その方を大腸がんを完全に癒してください。またどうぞ転移の場所もどうぞ転移しているところもまた癒してください。栄光を表してください。主がそれを速やかに成していってくださいますように、主ご自身が栄光を表してくださいますようにお願いいたします。愛称天のお父様、本当にカンボジア個人の M さんからの祈りのリクエストありがとうございます。本当にこのご友人の N さんをどうぞ、その場の領地から癒されていくことができるように助けてくださり、リンパの方にも転移しているということですけれども、どうぞその原因、リンパ、転移してしまったところも本当に癒されて、このがんの細胞が完全に消えてなくなってくれますようにお願いいたします。どうぞ抗がん剤を使わなくて、死の癒しがその方の上にどうか望んでくださいますようにお願いいたします。主の宮司の皆さんが豊かに、この方の上に表されて、行かれますようにどうぞ助け導いていってください。お願いいたします。天とそのどうぞ神の癒しを豊かに表してしてください。イエスキリストにあえてがんよさい、病のこのがんのでイエスキリストにあえてさい、癒さよ、イエスキリストの皆によって癒さよ、イエスキリストの皆によって健康を回復して、イエスキリストの皆によってまたこの抗がん剤もし使っていらっしゃるんですならば、この副作用が一切ないようにイエスキリストの皆によって祈ります。天の父様、主を完全な癒しを与えてください。また抗がん剤を使わなくても完全に癒されていくように神の御を豊かに表してください。イエスキリストの皆によって癒しを宣言します。天様感謝します。天様皆によってお願いします。はい。今日ですね、時間がやってまいりました。ぜひですね、またいろんなリクエストをですね、お待ちしてますので、そうですね、その祈りのリクエストの方はですね、プレイヤーリクエスト、アンテオケ、アットマーク、gmail.com の方にですね、お願いしたいと思います。これもホームページの方にですね、載っていますので、ぜひですね、見て、メールを打っていただきたいというふうに思います。天のお父様、主が今までこの時間を導いてください。感謝します。どうぞこの祈りの時間の時に、あなたが栄光を表してくださっていることを感謝します。さらに神のご栄光を豊かに、表し続けてくださり、さらに増し加え、多くの人々が神の勝利と栄光と力と見ることができ、そしてあなたの皆が、この祈り時間の番組を通して、あなたの皆が崇められて、神にのみ栄光が返されていく。主よ、どうぞ導いてください。感謝して、イエス様皆によってお願いいたします。本当にですね、今週も皆さんですね、ありがとうございました。ぜひ来週もよろしくお願いしたいと思います。メールもですねお待ちしていますので、よろしくお願いいたします。では、
今日はですね、これで終わります。